はい、それではハワイシャープ2今から見てもらうんですが、内容はビーチフォトとあと結婚式で、その後両家の顔合わせっていうのが2日目のシャープ2の流れです。それでは、シャープ2見てください。どうぞ。おはようございます。現在7時46分です。滞在2日目で朝からビーチフォトの撮影に行きたいと思いますが、もう集合時間過ぎてて髪の毛もできんままびしょびしょのまま行くっていう感じで、もうこっちに来てからバタバタで何が起こってるのかわからんくらいの状況で毎日過ぎてますが、今日も一日、今日結婚式もあるんで、結婚式とビーチフォトと頑張って早く日本食を食べたいなと思います。では行ってきます。今日も元気に、外ではストライキをしてるみたいですが、みんなこっちの人はあんまりそういうの気にせず、自分の世界を突っ走ってる感じなんで、あ、やってるわぐらいで、あんま気にせえへんねやっていう感じで、さあもう来てるかな。それでは今からビーチフォトの撮影行ってきたいと思います。お姫様連れて行きたいと思います。先生お願いします。よいしょ。パンツ透けないと大丈夫？いいよ別に透けても。よい、お願いします。先生お願いします。10分12分ぐらいですからね。あ、近いんや。カメラマンの撮影がね、1時間でね、100カット撮るというのが一応カメラマンなんですよね。まあ、だいぶ忙しいんですよ。1時間100カット、ほんま1分1分2カットは取らなかったですね。でゆっくりしてる場合じゃないよっていう。ここにいらっしゃいますとね、高橋果実店ってね、自家製のフルーツのシャーベットこれ、ね。へえ。はい、何でしょうか。あ、忘れました。何言おうと思ったか。はい、じゃあそれでは行きたいと思います。あ、すいません、よろしくお願いします。あ、ここはちょっと比較的人が少ないんですね。ここもほとんど地元の人しか来ないんでね。あ、観光の人はほとんど来ない。へえ。ありがとう。はい。次は、森の中です。はい、というわけで、無事ビーチフォト終わって、今11時半で2時からもう結婚式の準備あるんで、昼ご飯だけ今からサクッと食べに行きたいと思います。あ、ちなみにご飯は YouTube 見てもらって、インスタでコメントもらった人が教えてくれた場所があって、でそこがなんか美味しいみたいなんで、そこにぜひ行かせてもらいたいと思います。コメント皆さんいただいてありがとうございました。では行っていきたいと思います。はい、というわけで車で移動してきて、ランチのとこ行きたいと思うんですけど、もうほぼ観光客がいてない、地元の人しかいてへんって、日本人とかもほぼほぼいてないような感じのとこにランチがあるみたいで、今からそこに奥さんと一緒に食べて、結婚式に向けて腹ごしらえをしたいなというふうに思いますね。はい、はい、では行きたいと思います。ロコモコが馬ないねんで、だからうまいのはフライドライスとローストポーク。多分ここはゴリゴリの英語を使わんと通じひんようなところやな。ローストハロー、ローストポーク、ミニミニ、オッケー。あ、それでオッケー。 Just one, yeah? ワン、ワン。さて、じゃあ皆さんお待ちかねのこれを飲みたいと思います。そう、コーラを。コーラや。はい、それでは今から昼ご飯食べたいと思いますが、こんな感じです。オープン。うわ、これが、何やったっけ。フライドライス。フライドライス、チャーハン。で、こっちがポーク。ポーク、なんとかポーク。なんとかポーク、忘れました。食べます。Thank you.
無事今結婚式終わって、部屋戻ってきました。今があと1時間半ぐらいしたらまた両家でご飯食べに行こうって話になってるんですけど、まあ、それまでは一旦ちょっと休憩かなと思うんですけど、今日疲れたな。写真撮影と結婚式のムービー撮りに行ったりとかしたんですけど、でまあこの後もまあ家族両家で飯食いに行って、まあそれで一応今日は終わりっていう。で明日が初めての10時間明日から、ね、はい、ということで気にせんとハワイを楽しめるな。それでは今から両家の食事会の方に行きたいと思います。では行きます。指輪ちゃっかりつけてます。未来の子供へ一言。早くおいで。それでは無事顔合わせが終わって、今からホテル戻りたいと思います。今弟と一緒に歩いてます。コンビニ行って、ちょっと飲み物買ってホテルに戻りたいと思います。
ねえねえ、入ってんの？うん、入ってる。いやー、今日は一日結婚式の撮影が午前中にあって、昼からは結婚式があって、両家の家族に見てもらって無事、最後食事会も終わって今から戻ります。やっと明日から自由なハワイが待ってます。海、マリンスポーツ、遊び、全てが詰まったハワイ、明日から誰より僕が一番楽しみにします。では今日はこの辺でもお別れしたいと思います。では見てもらってありがとうございました。次は続き、次回動画どうぞ。Girl, you should wear a name tag. Nivicious presenting. Girl, you should wear a name tag. Yeah, yeah, yeah. Whoa. Let's go. Some